皆さんこんにちは、ハリーです。バウンティラッシュ楽しんでますか？早速皆さんね、四季のガチャこれ引いていきたいと思いますよ。私のダイヤス見てみましょう。はい、50個です。どうやって引くんでしょうか50個でお前どうやって当てんねんと。いやいや皆さん、ハリーチャンネル見ていただいて本当にありがとうございますと。もうわずかね、この半年でこんなに視聴者層に恵まれまして、なあ今2500人ですか、ちょうど行きましたので、まあ、2500人記念式もう50個で当てちゃおうじゃないかと。当たんなかったらチケット買います、まあ、とりあえずねこの式50個で当てていきたいと思います、まあ、皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。絶対当てるんで私。それでは行きましょう。どれ引けばいいんだ、どれどれだ、これだね、これ行こう。チケットがあるからこれを引いていけばいいんだね。行きます。さあ、お来てるよ、2人来てる。宝箱、あーやばいな、これは50個だから。え、金があって、シャボン玉の右側にある34番。マジ32か。うわー、金引けだ。いけ、やばい、これは出るぞ。待って、やばい、何も考えられなくなってきた。やばい、出るぞ、これ出るぞ。四季落ち着け、まだ落ち着け。いくぞ、2体目、2体目行って出ない、まだ出ない、絶対出ない。大丈夫、5体目あたりに出るんじゃない。だって2500人、しかも50個、なんか5に恵まれてるよね。3来てる、3体目来た。トニートにチョッパーね、オッケー、いいよ。4番目、アタッカー、いいよ。来るんじゃないこれマジで来る。5体目、はい、来ない。はい、5体目来ないよ。引用気を取り出して、こう50個だから皆さんお付き合いください。たった50個なんで、もうこれ、うわーうわー、ゲット。待って、よっしゃー、やばくない、やばい、出た、いお母さん、やば、待って、出た、やばい、もうどうでもいい、式を見して、当たってる、よっしゃー。もうさ、もうここまで来たら見ていこう、とりあえず当たっちまったよ、マジか、すげーな。どこにいんの、あ、これだよね。おい、かっけー、あ、上から降りてきたな、かっけー。ちょっと見よう、レベルマックスしよう、レベル上げて、もうすぐ使えて。待って、60でしょ、これさ、チケット買ったら80とか100なるんじゃない。ちょ待って、チケットガチャも行こうか、チケットガチャも行った方がいいよねこれね。オッケー、みんなちょっとチケットガチャ行くわ、この後チケットガチャ行く。じゃあレベル上げさせて、レベル、やべえ、興奮止まん、ちょっと待ってください。もういつもなんか、皆さんこんにちはとか、なんてくださいとか言ってるけど、いやそんな場合じゃない、もうとんでもない、タグがめっちゃ強い、あーやばいよ、やばいですよ。とりあえずさ、みんな、あのチケットガチャ行っていいかな。さあ、というわけでチケット買ってきました。チケット買ってきて、しかもね、今日50個もらえたじゃん、みんなからっていうか、バウンティーの運営から。だから50個これも引いていこうかなと思う。これ神引きしちゃおうよ、ここまで来たら50個で行こうぜ、ハリー50個行きます。やばい、いる、2人、あ、いいよ、魚はない、あ、黒、あ、14、いスキップします。あ、なるほどね、チケットがもらえるわけね、 OK、 ありがとう。さあみんな、問題はこっからだよ、チケットガチャここで何体当たるかだからね。もういきなり全部当たっちゃったりして、星運レジェンダリーガチャ1体確定でしょ、式が 30% になってるガチャですよと。だから当たる確率ありますよってことね、当てちゃおうじゃないの、いきましょう。さあ、ゾロとロビンがいる、金箱、金旗、あ、水もある、32%。皆さん、これが式の
力ですよ。一体持ってたらね、もう重力で引きつけますから、もう一気に全員引きつけてね、もう一気に全員もう100レビになっちゃおうよ。やばいんじゃないのこれ。ちょっとずつ飛ばして、ちょっとずつ押していく。ハートだけ見てディフェンダーない、ゲッターだからね、式はね、ゲッターだから。いやていうか赤ゲッターでなんで来るかね、もうどう考え、はい、あ、やばい、あ、いや、式だー、やったー、やばい、いや、待って、言葉失ったんだけど、おやばいよ、どうしよう、やばい、いつもの冷静なキャラじゃいられない、もうこんにちはとか言えない、もう無理無理、やばい、もう、あー、やばい、しき、あ、アタッカー、アタッカーかい、ゲッターで欲しいんだよね、誰、あ、ちょうどね、青パーティー作ってたから嬉しいわ、ありがとう。いやー、式でかいよ、2体目これ100いこうぜ、1回で、で、2人出ればさ、いけるってことでしょ。だって、え、チケットもらえんのこれ、え、ってことはさ、ガンガン回せるってことじゃない、やばい、行こう、 30% が出るか、あ、また来てる、また、あ、やばいし、赤ね、赤ね、なるほどね、でも水あるじゃん、あの泡がある、はい、32、これ金引きだったらマジであるよ、マジであるよ、やばいよ、ちょっと待ってこんなに出ていいのかな、ちょっと待って、やばい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 、超絶前にとんでもない運使ってる気がする。いやだからさ、青ゲッターとかで来たらね、青の式、緑のおでん、赤のヤマトみたいに使えるじゃん。でもさ、赤ゲッターできちゃったらさ、ヤマト式みたいになっちゃうわけよ。もうこれ一択じゃない？だってどう考えても。赤番のヤマト、あ、違う。赤番のおでんってことでしょ？だって式って。こんなんさ、やばくない？環境。ぶっ壊れたよね。だからルカさんとかひたまやさんも言ってたけど、赤とか青とか赤とか緑だったらやばいって言ってたもんね。あ、ゲッ、え、マジ、ゲット、やったー、やばいやばい、これを神引きと言わず、なんという、いや、待ってくれ、お母さん、待って待って、80なった、やばい、マジでやばい、マジでやばい、ちょっと待って、やばい、死刑なくなってる、え、もうやだ、どうしよう、え、もう手が、あー、震えてる、やばいやばい、ちょっと待ってくれよ、待ってくれよ、おい、ちょっと待って、あっつ、いつものさ、皆さんこんにちはとか言ってらんないのよ、もうここまで来たら、もうギャーって、あ、もう全部金、あ、やばい、震え異質すぎる、待って、いや、32、赤なんだ、そこは赤なんだ、なのさ、このさ、旗が金色でピカピカ光ってたっけ、今までこの演出なかったよね、なんかこの旗にめちゃめちゃ意識だけ集めて、なんか早く引きよ、やばいってマジで、どうしよう、もう今後さ、冷静なキャラでいられないよ、僕、あの、皆さんこんにちは、ハリーです、あ、やばいやばい、飛ばしちゃった、かわいい、ここまで来た、かわいい、やばい、ゲッター、あー、やばい、ゲッターで来るよ、さっきフル演出だったから星4は2体以上確定だよね、 OK 大丈夫、いや、式ってさ、ほんと強いのかな、ここまで神引きしてめちゃめちゃ弱かったら面白いよねお前とんでもないキャラ引いてんなみたいないやだからそれくらいさ、でも興奮してるわけよ、こっちも、式がこんな当たると思ってないわけよ、あ、これラスト来るね、いやー、2500人チャンネル登録達成記念として式がこんなに来てくるとは僕自身もね、もう思ってもみませんでしたと、やばい、声枯れてきた、やばいよ、さあ行こう、ここ行こう、
お願いします。ディフェンダーね、ディフェンダー一生さんじゃない。俺もう一生100なんだよね。100じゃなかった恥ずかしい恥ずかしいあ、オッケー、90レベルね。オッケー、バッチリ。ここでチケットをもらえて、で、そして何、あともう一回引けんの。もう一回引けるね。もう行こうか。はい、二人来てる。はい、赤。まあ、星4確定のチケットだから、まあ、絶対出ますよと。でも 30% の確率を引いていくってさ、なかなか運良くない？もう我ながら、ごめんね、自画自賛するよ。もう運よ。金引けありがとう。さあ、式当てていこう、みんな。気持ちよくね、この金チケットを終わらせていきたいと思います。ラブチューニー。さあ、式出るよ、絶対出るよ、出してこう。ゲッター出てきたのはありがたい。赤ゲッターで来たから、もう確実にこれ緑ディフェンダーとかが今年の 3.5 周年の超フェスで出るわけでしょ。だ、その 3.5 周年の超フェスで緑ディフェンダーが出るってことは、それ用の対策されてるってことだからね。はい、アタッカー、はい、オッケーオッケー。あ、クザンね、クザン俺何レベだっけ。まあなってないよね、100なってないよね。オッケーオッケー、バッチバッチリ当たり当たり。今ディフェンダー、ディフェンダー絶対欲しいよ。だ、その 3.5 周年のキャラクターを、まあ、弱点を持ってるっていうところから引っ張り出して 3.5 周年のキャラクターを今から当てられんじゃないっていうのが、まあ、ちょっと個人的なね意見でもあるんですけど、まあ、そんな言ってらんないくらいさ、式がやばいと、まあ、式がこれもう強すぎますよってことになったら、多分ね、まあ、みんな式引いた方がいいと思うよ正直。あの 3.5 周年キャラより映画キャラの方がめちゃめちゃレアリティ高いからね、バウンティラッシュだと明らかに1年以内じゃ出ないから、だから絶対引いた方がいいっていうのは、多分 3.5 周年よりこの式とハンコックを絶対引いた方がいいと僕は思いますね。まあ、っていう冷静な分析を入れておいて、キャラを変更しつつね、あの戻しつつガチャの方でも絶叫していきますと、まあ、やばいからね、この式の出具合がめちゃめちゃやばいからね。はい、出ました、いただきました。はいはい、これでクさんがレベル100になったと。わ、めちゃめちゃありがたい、おめでとうクさん、おめでとう。で、式が85レベル、あと3体当てればいいってこと。90、95、100だよね。そうだね、あと3体必要ってことだよね。うわ、3体当たるかな。これチケット全部手に入れるとどうなんだろう、これわかんないんだけど。これチケット全部手に入れました。じゃあここからどうなんのっていうと、お、あ、式1体確定のガチャへとつながるってことね。なるほどね。え、これは何ん、これは何、これは何、6枚で引けってことで、2周できて666の1218、これ、ね、今何枚持ってんの、19枚持ってんの。じゃあ式1体確定するってことで、これ提供割合はまた違うのかな。あ、なるほどね、 1% と。だ、これは式が1回終わった人が引くやつってことだね。ってことはこれ 30% ってことだな。 1% なんだ、 1% なんだこれ。え、ラストも 1%？ これ、最後のガチャも 1% ってことかな。あ、最後は 100% なんで、それまでが1% ですよってことね。なるほど、面白いじゃない、やってやりましょう。私 1% 当てられる自信しかありません。いきましょう、ザンパ。さあ、ゾロと波が入ってきて、金箱が当たって黒で引くんだ。当たらないや、それは。でも 32% でしょ、32ってことはこれ金引きだったらある。あー、ないね。ってことはこれは星音1体は確定、それ以外はない。お、あー、ゲッターじゃなかったから、この回は式は出なさそうね。ちょっと式にフォルム似てんのやめて。式にフォルム似てるよね、これね。まあ、とりあえず行こうか。うん、行こう。
はい、バッチリバッチリ。はい、これ、いや、1体ずつしか出ないんだ。なるほどね。面白い。いいじゃない、かかってきなさいよ。あ、100になった。おめでとう。はい、行きましょう。2体目。当てていきたいよ。よっしゃ、出ないな。いや、四季なかなか出ないんだね。めちゃめちゃすごいじゃん。じゃあ出たの27、久しぶりに見てよ27。あ、なかなか見なかったからね、僕ずっと四季しか当たってなくてさ。アタッカーでいくと、チョッパーかわいい、チョッパー、チョッパー何レベル99、あと1レベルじゃん。チョッパーにダイヤ使ってあげようかな。さあラストいきましょう。この式を絶対当てて、いや、てか絶対当たんのか。なるほどね、ごめんみんな、ごめん、絶対当たるわ。うん、絶対当たるガチャだった。いただきます。いや、このスネークマンのさ、手が伸びてズームするとかっこよくない？グーンって言って、しおい、式です。あえぐいね、90レベルになっちゃったよ。ありがとうございます。ということで、まあ、ここまでがね、ハリーのガチャ配信になるんですけれども、皆さんいかがでしたか？めちゃめちゃ神引きしちゃいましたよね。まあ、これからもね、まあ、ガチャがあるときはガチャだけ引いていこうかなと思います。まあ、100レベル配信とか、100レベルにしましたっていう強さをね、出してくれるような動画は、ひたまやさんとか、ティーンさん、レッドさん、ケニーさん、ルカさん、まあ、そこら辺のね、実況者さんを見ていただけたらなと思います。まあ、僕からはね、この式がどうやったら強くなるのか、どうしたらこれから強く環境で生き残っていけるのか、そんな強い点弱い点ガチャについて語っていきますので、その解説動画を詳しく知りたいよという方はぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。色彩か。